はい、皆さんこんにちは、たまです。久しぶりの投稿になります。よろしくね。そう、何をやろうかっていうと、去年2020年のジャパンキャンピングカーショーというのを単館として個人的なものをやったんですけど、それを今年はちょっと早めにやってみようかと思います。まあ残念なことにね、2月初旬に開催されるはずだったものがコロナ騒ぎで4月になってしまいました。でも無事開催されて、なかなか面白いショーだったんじゃないかと思います。それで、まあ今日は4月3日なんですけど、2日目になります。昨日2日から、開始して3日、今日2日目、明日4日最終日ということになりますが、多分今日これ3日の間に上げられると思うんですけど、まあ4日の楽しみにでも見てくれたらいいなぁと。で、早めの情報っていうのはもう有名美人 YouTuber さんみたいなのもいっぱい来てましたから、そっちが上がってると思いますので、なんとなくの雰囲気はそっち見てください。で、一応私人よりちょっとだけキャンピングカーに詳しいかな、ちょっとだけよというところなので、初めての人にはちょっとわからない話を取り繕ってやってみたいと思います。というわけで、2021年ジャパンキャンピングカーショー開催。どんじゃかどんじゃか、ピアパパフワパパフワフー、イエーイみたいな感じです。それでですね、まあいろいろあったんですが、まあ2月ダメになっちゃったんですけど、3月に、名古屋のショーは無事行われて、そこで本来は2月のジャパンキャンピングカーショーで発表されるはずの車も数台出てました。まずね、今年のトレンドになると思われる、もう間違いなくリチウムがトレンドになると思うんですけど、ナッツ RV さんの今まで300アンペアワーのサブバッテリーを効率よく使うレボリューションというシステムがあったんですけど、これがハイパーレボリューションっていうのになりまして、リチウム化しました。で、これがなかなかすごいシステムで、ちょっと待ってね、ハイパーレボリューエボリューション、レボリューションじゃなかった、エボリューションですね、ハイパーエボリューション、はい。まあこういうこんな感じね、ものがセカンドシート下に入ってます。で、これ今までのエボリューションシステムも、ナッツ RV 独自のオルタネーターから取り出して電気をドーンと50アンペアとか60アンペアでドーンと充電するシステムがあったんですが、これをさらにリチウムイオンバッテリー、まあこの場合リン酸鉄ですね、自動車用と互換性が非常に高いと言われているリチウムイオンバッテリーを使って、これ300アンペアだったら400アンペアになってます。何かっていうと、まあ実質的に使えるのは倍以上使えるようになったんじゃないかと、電気の量がね、ということです。で、さらに安全システムとかそういうのも前よりすごいことになってます。なぜかっていうと、リチウムイオンは、温度とかいろいろ気をつけなきゃいけないところがあって、それを徹底的に煮詰めてて、もう何年もやってるんですけどね、それをまあ昔は半開放型の強力なバッテリーだったのが、リチウムになったっていうので、特に排気ですね、温度、電池がセカンドシートの下に入っているので、そこの中を空間を一つ、空気のフロー、流れですね、作って、まあファン3つついてます。それで温度を見ながらファンを回して、で、熱くなりすぎている空気は車外に出すっていう、中じゃないです、車外に出す。まあキャブコンで言えば、キャブがあって、コーチ部分があって、そのつなぎ目のところが段差があったりするんですが、そこに排気口を設けて排出してたりします。これが肝になってるかな。で、細かいシステムはちょっとなかなか動画でさっと説明するのは難しいんですが、そうですね、まあざっくり言えば、今までの鉛バッテリーのサイクルってちょっと分かりにくい言葉なんですけど、まあ充放電の回数ですね、満充電から深い、割と深い深度までの放電の回数っていうのが5、600回っていう感じだったんですけど、今回のやつは2000回です。2000回ですよ。だから365日回して
5年は毎日使っても基本的に大丈夫っていうのが成り立つかどうか分かんないけど、考え方としてはそうです。鉛だと5、600回ですから、どんなに頑張っても2年という感じ。まあ、実際の運用だと 4,5 年持つっていう話はよくあるんですけど、だから倍ですね。サイクル数で考えると倍以上か。すると5年持つってことになると、10年以上は優にこのバッテリーだけでいけるっていうことになります。これすごいでしょ。まあ、あと肝その2、これですね、これ昇圧です。リチウムだからかなりしっかり昇圧しないとダメです。鉛よりいろんなことを気にしなきゃいけない。もう温度管理を、これバッテリーの温度管理とはまた別にオルタネーターの温度管理してます。オルタネーター自身も標準でついているやつで、ある一定の発電量になるとシャットアウトするんですね。これはオルタネーターを守る機構として、もともとのオルタネーターにの IC レギュレーターでそれをコントロールしてるんですけど、その温度が一つあります。それ以外にそこに至るまでの3段階です。温度設定して常に走行状態とかバッテリーの状態を見て一番効率よく入るっていうところを狙ってセッティングしてます。これなかなか面白いですね。で、面白いなと思ったのは、こういう装置があるんですけど、結構な量なんですよ。クーラーボックス1個とまではいかないですけど、まあ30リッターか40リッターのクーラーボックス1個ぐらいあります、全体で。でもこれをバラバラにして組めるっていうのはかなり面白くって、意外と今はクレアっていうとこう、あとボーダーと2種類、割とセカンドシートの下が余裕ある車にある入れてあるんですけれども、それが今後もっと違うワンボックスとかね、そういうのでも組み込める要素があると。で、これと特許出願中で他のメーカーさんは使えない。このシステム自体も今のところ他メーカーさんには出す予定は全くないので、相当なアドバンテージですね。というのが、まあ3月に出ちゃったんですけどね、夏 RV さんです。その次が、これも3月に出ちゃったって言えばそれまでなんですが、ちょっと気になった寄せ見てっていう、なのかな、ファンルーチェさんの車、これ前からあったんですけど、軽量な車すごいです。普通のカムロードベースのキャブコンが、そうですね、3.5 トン未満っていう割合になるんですけど、これほとんど 2.5 トンですね。で、前の寄せ見てエナジーというやつでエアコン装備車みたいなのがあったんだけど、これもエアコン標準装備的になってきて、で、今度のボディではやっぱり2500前後狙ってるので、もしかしてディーゼルじゃなくてガソリンの2000でもいいんじゃないかなと、まあ、ちゃんと走るしね、その重量ならという気はします。それで、あとカムロードがディーゼル車をパワーの問題とオルタネーターの発電の問題で、ガソリン車って以前なかなか手出ないというよりディーゼル車の方が人気あったんですよ。ところが今現在は、まあ、パワーとトルクに関してはディーゼルの方がやっぱり上なんですけど、オルタネーターがディーゼル車と同じ130アンペア出力、実際にはもうちょっと出せるんですけど、まあそういう風に制御されてます。それを使ってガソリン車は生産されているので、多分エアコンとかを走行中うまく使えるんじゃないかなというレベル。これ結構ガソリン車、まあディーゼル車ちょっとなと思ってるような人には狙い目になる可能性があります。そしてこの昨日ですね、昨日発表された車一つ目、トイファクトリーっていうのは、まあ名古屋というか岐阜の会社なんですけれども、ここでハコハコという車が発表されてました。これ何かっていうと、ワンボックスです。しかも4ナンバー、キャンピングカーの構造要件というのは満たしてません。というかそもそもトイファクトリーで買えません。トヨタのディーラーというかトヨペットさん、まあ今のところ10社ぐらいなんですけど、まあもしかしたら80社ぐらいになるかもしれないなと、全国ディーラー展開、まあトヨペットさん各都道府県に1個ずつなんですけど、その反社とかもあるので、
全部で80、70、80になるかもしれないなというのは藤井社長さんのお話で、その藤井社長さんに聞いたら今年2021年はもうこれで頑張ってきますということでした。で、これ何かって言えば要望としては昔からあったんですけど、キャンピングカーの助成金っていうのが昔ありまして、導入会社法人で導入すると助成金が出るような仕組みがあったんですけど、これ何だったかっていうと、あの建築現場の事務所者というか図面引き直したりするんですよね、現場で。そういう時に使われるやつとか、あと道路の整備、道路整備、あの道路公団さん、いや今道路公団って言わないのかの、何でしょう、作業をやってる時の横にいる車、まあ主にトイレとか作業スペースっていうのが問題になるんですけど、そういうのでキャンピングカーを8ナンバーは優遇されてた部分があります。でやっぱり便利なんですよね。でそういう人が現場車として使いたいっていうような要望があって、なんと中でお仕事ができちゃう、こんなお仕事ができちゃうっていうような車を作ってきました。これかで、キャンピングカー的装備、いわゆるキッチンだとか冷蔵庫だとかは皆無です。でサブバッテリーも積みたいなという話はあったらしいんですよ、トヨタさん側から。でも実際にはそういうのじゃなくて、今流行りのポータブル電源でやった方がいいんじゃないかということです。これもやっぱり社長さんと朝一番でお話を聞いたんですけど、でそのポータブル電源での各種選べますよね、みんなね。で今だとそうね、1280W なんていう、もうエアコン回せちゃうぐらいのリチウムイオンタイプのオールインワンのポータブル電源ありますから、こういうのでいけるんじゃないかと。ただこれを走行充電かまそうとすると、すごく配線が立派なのがないとダメなんですけども、この箱に関してはもうそういうパーツも要望に合わせて出せるようにしてると。で中の造作物も含めてトヨタのディーラーさんで面倒を見るということになるそうです。最終的にはトイファクトリーに行くらしいですけどね、多分。ということで、これちょっと面白いです。価格もベース車両の50万円から60万円アップぐらいでいけそうという話だったので、今バンライフ楽しんでる人なんかにはなんかちょっと危ないのあるんですよね、法的にね。そこは、まあ、4ナンバーというか車の規格でそういうとこビス固定しちゃダメよとかっていうの平気でやっちゃってますので、あんまり公にできないんですけど、まあそういうことは全部ない、クリアしてます。でベース車両は GL です。だからセカンドシートが GL シートなので、ちゃんと背もたれリクライニングしますし、全然違います。普通のバンベースではセカンドシート長時間座ってるの嫌ですけど、 GL シートだったらもう長距離家族で旅行に行くっていうのも全然問題ない、立派なモケット張りのシートになってますからね。それから今回出た新しいのもう一つ、バンテックのブースにあったんですが、 CC1 と言います。最初 CCI だと思ってたら CC1 だそうです、1だそうです。でこれ何かっていうと、ちょっとバンテックのボディデザインと違うんですよね、よくあるバンテックと。でベース車両もカムロードとかではなく NV350 というキャラバンですね、これをボディカットして使ってます。なかなか外観が綺麗なんですよ。特にエントランスドアがない反対側、右側なんかの見ると、こうなんていうのかな、パネル工法でペターンと真っ平らっていうんじゃなくて、ちゃんと曲面というかボディの元頭側のプレスラインに合わせてデザインされてたりとかして、あと出っ張りがないです、綺麗ですよ。でリアのトランクルームのヒンジも専用になってて、こう上がったり下がったりとかっていうのが綺麗に上がります。でパタンと閉まるとスライチはピタッと合ってて綺麗に、そう乗用車なんですね、見た目が。で作ってるのはどこかっていうと、バンテックではないです。バンテックで売るんですけど、バンテックでは作ってない。どこが作ってるかっていうと、ファーストカスタムという、知ってる人は知っている、知らない人は全く知らないというところです。でこれも社長さんの佐藤さん
まあ、バンテックも社長さん佐藤さんっていうんですけど、まあ、この2人実はキャンピングカーとかそんなのよ関係なくて、幼い時からの、まあ、主従関係というか上下関係のある人たちなんですが、そんなこともあってバンテックで売るのかなとは思ってますが、佐藤和明さんという社長さんですが、当日来てましたのでちょっと細かく聞いてみました。そうするとまずとにかく僕が最初に見てびっくりしたのが、ワゴンベースですから本来フロアが低いんですよ。なんだけどなんか高いなと思ったんで、何したのって聞いたら60ミリフロア上げてるらしいです。何か断熱ですね。床下段のからの断熱を徹底するために60ミリ上げてます。で、目ざといなっていうのは、あと目ざといというかすごいなと思ったのは、これもやっぱりリチウム組んでるんですけど、200アンペアワーのリチウムなんですけど、密度っていうかエネルギー密度はリチウム、なんでしょうね、なん密度っていうか、あの内部密度ですね、物理的な内部密度、これがちょっと他のバッテリーよりも密になってないというか、広がりがあるというか、空間を大きく取られてるタイプをわざわざ選んでます。これあの運用中の温度上昇を抑えるためだそうです。これテストした、何年かテストしてそれに決定したと。でそのバッテリーを作ってるメーカーと契約をしてそれを使うことになったんだけど、このバッテリーをコントロールするのにバッテリーマネージメントシステム、いわゆる BMS というやつですけれども、これを自社開発してます。プログラムもオリジナルだから安定して200アンペアは、まあ2560ワットアワーということになりますか、が使えることになります。まあそうすると既存品の使ってるやつの、まあ同等とはいかないんでしょうけど、容量だけで見れば 1.5 倍ぐらいもしかしたら使えるかもしれません。おそらくそうじゃないかというふうに本人は言っておりました。でそのバッテリーで何を動かすかっていうと、車の中に走行用のクーラーというのはついてるんですよ。あ、違うね、エンジンで回すリアクーラーというやつ、これは普通についてます。その他に DC12V で動くコンプレッサーが DC12V のやつで、しかも車用です、車載用のやつをフロア下にコンデンサー、いわゆる室外機を水平置きにしてファンも水平に回る状態のやつで、普通だとあのリアタイヤがバンなんかだと置いてある位置にそれが設置されてます。で室内機は完全にキャビネットの中に、エバポレーターの方ですけど入ってて、給排気口だけが確認できるという状態です。あのいわゆるルーバーとかそういうのないんですね。で操作は全部リモコンでやるので、パッと見あの家庭用エアコンとかついてるとですね、なんとなく室内のデザインが崩れちゃうというか統一感がなくなっちゃうんですけど、もうキャビネットに完全に埋め込まれてるので、そういうものがついてるっていうことすら気づかないという、まあ内外装ともにデザインを優先された車両であるなということはよくわかります。まあ製造している佐藤社長の趣味かなというところはあります。さてそれとですね、まあ大まかに新車って言えばこれくらいなんですけど、まあ他にもいっぱい新車出てました。ただそれを僕が気になるというより、そういうのは YouTuber の皆さんが散々紹介されてますし、そのうち雑誌でも紹介されるのでそちらを見てくださいということで、ここはマニアックな人の立ち、まあ、チャンネルだよということで、ちょっと個人的にものすごく気になったのがありました。それはあの三島ダイハツさん、ダイハツ三島なのか三島ダイハツなのかというところで作られた、クオッタという K のキャンピングカー、あの個人的には K のキャンピングカーってどうなのかなって、まあ、いろいろ安全面も含めてるんですけど、そもそも私180センチなので身長がね、寝られないんですよあの中じゃ、ということなんですが、それはこっちに置いといて、車両がですねダイハツのあのトラックベースなんですけど、パネル版というのがあります。ちょっと可愛いんですけどね、こんな感じの車、
で、これパネル版なん、あの商用車なので、運転席というかキャブ部分ですねと後ろの箱はもう完全別体なんですよ本来。それをぶち抜いちゃってるんですよ、ほら、あ、こんな感じ抜いちゃってる。でさらに、軽トラックのシートってあの固定式のもう垂直シートみたいなので、私ちょっと座れないんですけど、このシートをダイハツにあのジャンボっていうちょっと大きなキャブを持った軽自動車があるんです、軽トラックがあるんですけど、そのシートをつけてます。なのでリクライニングもするし、シートスライド量がすごいんですよ。10センチぐらいシートスライド量があるかな。なのでちょっと運転席にも座らせてもらったんですけど、私180センチです。全然問題ないしなんですよ。足元一番前に出すともう足が入らなくなっちゃうんですけど、下がった時乗用車的なポジション、さすがに横は狭いんですけど、前後はもう全然問題ないし、これならちょっと運転してもいいかなと思いましたね。それとベース車両に四駆マニュアルなんてものが選択できるので、今時あの四駆マニュアルってないじゃないですか。そういう楽しみもあるかなと。でこれ中身キー全部ウッド張りなんですけど、これどういうことって言ったら、あの藤ヒノキだったかな、藤ヒノキですねの、材を無垢で使ってると。じゃあ重くなるんじゃないのって言ったら、実はそんなに重くなってなくて、ベース車両が940キロあるらしいんですが、現在展示されてた車両で1100キロぐらい、これ社長さんが言ってました。あの詳しいデータが完全には取れてなかったらしいんですけど、まあ測ってみたらそれぐらいだったということらしいです。そもそもヒノキって全部をこう室内を囲うと無垢の板ですから、それだけで相当断熱性高いんですけれども、その板を張る前に30ミリ厚のパーフェクトバリアっていう断熱材があるんですが、これを全面に張り込んでます。なので車両全部外板も含めて、鉄板なんで、ものすごく本来は冷えるはずなんですが、相当中暖かいんじゃないかなと思われます。で、そこに FF 組んでありました。これもまたリチウムイオンベースにしたサブバッテリーが組まれているんですが、FF が入っているので冬はもう十分だろうと。で今後の野望らしいですけど、スポットクーラーでものすごく小さいのを見つけたらしいんですね。これをどうにか入れたいと言っておりました、社長さん。社長さんなんて言ったかな、西島ダイハツの社長さんは内村さんという方でしたね。でそんなことをやっている社長さんは、これどういうコンセプトなのって最終的に聞いてみたんですけど、基本的に社長の趣味だそうですそんなのキャンピングカーショーに出していいのかっていう声もあるかと思いますけど、面白いから僕はありです。でこの藤ヒノキを使ったキャンピングカーの内装、このコンセプトはもうこのままだそうです。他の感じでやろうっていう気にはなってなくて、他のことをやるんだったら別の車作りますという感じでした。ちょっと面白いですね。なかなかあのショーで、ね、全部のショー出るようなところじゃないと思うので、なかなか見れないと思うので、こういう時にじっくり見るのはいいかなと。まあもしかして三島ダイハツに行けばいつも見れるのかもしれませんけどね。それからちょっと気になったのは、ニューエラーという、まあ、もうとにかくリチウムなんですよ、もう今年は。でニューエラーっていう昔からあの走行充電用の、バッテリーをコントロールする道具があるんですが、これが新しいのが出てて、リチウムイオンに対応してるやつが出てた。もうちょっと経つんですけどね。それで実際にどうなのと販売元に聞いてみまして、そうすると今 K につけてリチウムイオン電池を充電するというテストを続けているということで、その時に K ですよ、 K 軽自動車に、まあ、大きなリチウム電池つないで置いて、その間にメインバッテリーの方から途中そのコントロールシステムをつけてつなぐ。でエンジンかけた瞬間に30アンペア引っ張るらしいんですよ。これ
ちょっとすごいことでですね、軽自動車のオルタネーターってせいぜい頑張って40アンペアとか50アンペアぐらいしか発電しないんですけど、そのうち30もリチウムイオン電池の充電に引っ張ってるっていう、これは相当いってますね。というより引っ張ってるっていうよりも、感じとしてはそのチャージャーといいますかコントローラーがリチウムイオンの方に向かってこう電気を押し出してるっていう感じみたいです。だから相当安定してるということですね。で、電圧が3段階ありました。で、3段階あるのは何って言ったら、まあ鉛バッテリーですね、いわゆる普通の鉛バッテリーの電圧と、あとリン酸鉄系のリチウムイオンというようなものですね。それとあと三元系っていう、あのコバルトとかいろいろ入ってるちょっと高性能なやつがあるんですよ。これちょっと充電電圧とかすごく高くなるんですよね。 DC12V ベースで考えてもその電圧だそうです。で、まあ、ゲルとかどうなってるのかなとかって思うんですけど、まあとりあえずその3つがあればいいだろうと。で、これディップスイッチで変えられるらしいんですが、どうもあの充電プログラムが鉛とリチウムでだいぶ変わりますので、これも変わってるということのようです。あともう一つ、オフィスカーというのが K-WORKS さんから、これも軽自動車なんですけど出てました。これ N 版ですね。 N 版でいいのかな。 N 版オフィスカーだよな、確かな。そう N 版、あのキャンプ用にもちょっと人気出てきてるホンダの K ですね。それをもっとっていうかちょっといじってあったやつ、これなかなか面白くって、フロアの加工が真っ平らなんだけど、要はセカンドシート倒すと、まあそこそこデコボコするじゃないですか軽自動車って。でもともと N 版相当平らなんですけど、なんか実際に乗ってみるとなんかなと、チープな作りでデコボコしてるんですけど、それがないんですよ。板張っちゃってるっていうのはそうなんですけど、でも板張った状態で起こしたり寝かしたりできるって、これ便利ねっていう感じです。で、これは展示車両はやっぱりオフィスカーになってますね。もうここでもコロナ禍かっていう感じですよね。自分のまあ気持ちのいいところで仕事できたらなみたいな感じでした。ちょっとこれ面白いですよね。こういう時代になってキャンピングカーと関係ないユーザーさんたちがどんどんいろんなニーズを生み出してきてるっていうのが今年の一つありかなと。それにあと今年ね、キャンピングカーでリチウム、もうほとんど全ての会社がリチウムリチウムリチウム、何があってもリチウムって感じで、まあスマホと一緒ですよ。電池が良くなればみんな何でもできるようになっちゃうっていう時代ですね。という感じですね、このショーは。あともう一つ朗報と言っていいかどうか、LT キャンパーズっていう、知ってる人は知っているぞとまあトラック系のアルミホイールなんか結構頑張って作ってるんですが、最近人気が出ているカムロードのリアダブルタイヤ、これタイヤの選択肢とかほとんどなくて、ノーマルのダブルタイヤのホイールもギリ185履いてるのかな、ベースはそれを195履くのが精一杯だったけども、215まで対応したリアダブルタイヤ用のホイールを作ってました。ちょっとどうなってんのって言ってもまだサンプルだったんで、どうにも説明のしようがないけど、こうしたいああしたいっていうのは山積みらしいんですが、でも基本的にはノーマルのボルトを使ってそのまま交換して装着できるようなものです。で、デザインはちょっと凝りすぎちゃったんで、どうしようかなというところはあるそうです。もうちょっとシンプルにした方がいいんじゃないか。それであとダブルタイヤ乗ったことがある人、ダブルタイヤ乗ったことがある人には分かりやすいんですが、とっても空気が入れにくいんですね、実は。リアタイヤに関しては。で、それ、空気どうということを言ったら、通常のチャックといいますか、バルブをこう、空気入れますよね。そうすると、前と後ろに向かってこう、出てるやつがあるんですが、これで普通にできますよ、ということでした。あと、エアモニというような、タイヤの空気圧をチェックする道具、バルブのところにバルブと交換でつけるやつがあるんですが、まあ電池5年ぐらい変えなくていいようなものがあるんですけど、これも装着可能だよと。ということで、カムロードの安全運行には相当便利だなと。気になる価格ですが、
1本6万円前後になりそうだって。ここで頭抱えちゃうんですよ。4本じゃないんですよね、6本。まあさてどうしましょうかという感じです。というのがタマが見た、ジャパンキャンピングカーショー2021の面白そうだなというところでした。ありがとうございました。